ゆうのエアさん、おはようさんです。かぶさん、10月24日はマーガリンの日だそうですよ。ベルギーとかギリシャのマーガリンは美味しいですかでも、マーガリンはあんまり体に良くないらしいですよ。それからまた台風の卵が出てきたらしいです。えー、今年後半に多いですね、えー。この動き気になります。マーガリンは、溶けたプラスチックって言われてます。やばさがわかりますね。はい。 カブ、えー、さん、23日の夜から24日にかけて、明け方には月と火星が接近するらしいです。日本は雨ですけど、カブさんの方は見えるといいですね、えー。これからは明るい火星のシーズンだそうです。ちょっとじゃあ見てみたいと思います。カ、う、ブ、ん、さん、確かに出かける準備が面倒かもですね。 一番のバカンスはでダラダラすることかもしれないですうん。何もしないで,でいいっていうことが一番のぜ贅沢ですね。いや、本当なんですよ。あの、旅行って疲れますからね。いろんなトラブル起きるし、いろんな人を見なきゃいけない。しかもみんな他の人も行くわけなんで、気を使ったりしますよ。はい。なので、意外に疲れるんですよね。うん。あのー、本当に。 だから結構ね、旅してるときに、お客さん、周りのお客さんの顔とか見てみると、結構疲れてる人多かったり、逆にバカンスに行った方が行って疲れて帰ってくるっていう人多いですね。はい。なので、旅行は疲れるものであるっていうもので少しね、あのー、心に置いておいた方がいいかもしれません。まあ旅行っていうか、あのー、冒険に出るって考えた方がいいかなっていうところですね。はい。新婚旅行なんか行っちゃダメですよ、だから本当に。うん。<laughs> はい。 えとレモンミカンさん、歌舞伎おはようございます。神奈川県は晴れ、25度穏やかです。洪水が夏からあっちこっちの国々で頻繁にありましたが、フランス南部と中部で大雨で街が冠水したけど、えー、10月の17日から19日、イタリア全土で大雨、北イタリアのボローニャ州で4つの河川が氾濫、レグーリア州、トスカーナ州、シチリア島で土砂崩れ、えー、洪水が発生したみたいです。 それから北米アメリカのニューメキシコ州で集中豪雨が冠水してました。日本では宮崎県の日南市が大雨で冠水してました。ということで大雨だらけになってます。はい。うん。えー、サラカデさんおはようございます。今朝は晴れています。本日は国連の日です。えー ウクライナ侵攻において国連加盟国であるロシアが戦争の加害者となっていますが、えー、そのロシアが未だに常任理事国であることに関して非常に問題に関しています、えー、個人的にはロシアに代わって日本、ドイツ、イタリアのイスデカが担うのではないかと思っています曇りの晴れのち曇りの行での最高気温は24度ということだそうです、はい